山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。金沢市玉川町野村会計野村敦さんにお話を伺いました。野村さんは東京荻窪生まれ、男ばかり3人兄弟の末っ子です。小学3年生まで東京で暮らし、その後家族で茨城へ引っ越しました。茨城はのどかな環境で勉強やスポーツに集中することができました。中学から器械体操部に入り取り組みました。将来専門職に就き人の役に立ちたいと考えて慶応大学商学部へ進学、大学で公認会計士試験に合格しました。大学卒業後監査法人に就職、世の中の動きや仕組みを知り、上場企業の管理職とのやり取りを交わしながら経験を積み重ねていきました。監査法人で3年間の実務経験を得て公認会計士の免許を取得、奥さんも公認会計士の免許を取得し27歳で結婚しました。結婚後、奥さんはおじいさんが金沢に設立した野村会計で働くことになり、2年間は夫婦離れての生活になりました。そして野村さんは30歳の時に金沢へ移り、野村会計を引き継ぐことになりました。野村さんはデータと経験を生かして必死に頑張りました。インターネットでもお客様に認識してもらおうとホームページも整備しました。野村会計はあくまでお客様が主体であり、お客様の会社を成長させるためのパートナーとして取り組んでいこうと考えています。野村さんはお客様の会社が今のままの状態を継続していくと将来はこうなると、将来をしっかり把握してもらって、これから何をどうすればよいのかを具体的にプランを出してお話ししています。誠実で真面目な人柄の野村敦さん、これからもたくさんの会社をサポートして笑顔が見られるように期待しています。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。